1916年の詩、カラワネ・フーゴバルは、ドイツの作家、詩人、ダダを主導した、芸術家。フーゴバルは、ドイツ帝国のビルマゼンスで、カトリックの中流家庭に生まれた。1906年から1907年にかけて、ミュンヘンとハイデルベルクの大学で、社会学と哲学を学ぶ。1910年に俳優になるためベルリンに移り住み、マックス・ラインハルトと共に活動した。 第一次世界大戦が始まると陸軍に志願したが、健康上の問題で入隊できなかった。ドイツのベルギー侵攻の後、彼は幻滅して、この戦争は紛れもない誤りに基づいている。人間は機械と共に混乱している。と語った。国家に対する反逆者とみなされた彼は、キャバレーのパフォーマーであり、詩人であるエミー・ヘニングスと共に国境を越え、 チューリヒに移り住んだ。彼らは1920年に結婚している。チューリヒでもバルは無政府主義とミハイルバクーニンに対する興味を持ち続け、バクーニンの著書の翻訳に取り組んだが、それは出版されることはなかった。彼はアナキズム哲学に興味を持っていたにもかかわらず、その軍事的な側面のためにそれを拒否し、悟りのための個人的な目標への唯一の手段としてみなした。 1916年に、バルは、社会の惨状に対する彼の見解についての、政治的な声明を出し、究極の真実を所有すると主張した、過去の人生観への反感を認めたことによって、ダダイスム宣言を作成した。その年には、死、らわねを表しているが、同作は、無意味な言葉から構成される。その意味は、無意味さにあり、ダダイスムの背後にある。 主な原理を反映しているこの他の彼の代表作には、詩集、ナナス・キセフリーン・ソネッテ、演劇、ダイナセ・デ・ミケランジェロ、チューリヒー時代の思い出を綴った、フライト・アウト・オブ・タイム、エダ・ダ・ダ・ダイアリー、ヘルマン・ヘッセの伝記、ヘルマン・ヘッセ、ザイン・レーベン・ウント・ザイン・ベルク等がある。キャバレー・ボルテールの共同設立者として、彼は、 中リヒ・ダダを主導し、ダダの名称を辞書から適当に選び出し名付けた人物の一人としてみなされている。後に妻となるエミー・ヘニングスも、ダダのメンバーであった。ダダムーブメントに対する彼の関与は約2年続いた。その後、ベルンで短期間、フライエ・ザイトゥングの記者として働く。1920年7月にカトリックに再改修すると、バルはティチーノ州に引退した。 ここで彼は、新人深く貧しい生活を送った。この期間に彼は、北ランドに関与していた。彼は、遺願のため、スイスのサンタ・ボンディオで1927年9月14日に死去した。彼の死、ゴジー・ベリ・ビンバは、後にトーキング・ヘッツの1979年のアルバム、フィア・オブ・ミュージックに収められた、イズ・イン・ブラで使用された。アルバムのクレジットには、 彼の名が記載された。ドイツのアーティスト、コミッサー・ヒューラーが、ギリシャのレーベル、シャーマニック・トランスから2010年にリリースした LP には、カラワネのボイスコラージュが収められている。ありがとうございます。